ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃん古代戦争ほんわかの方でやっていくわけなんですけども、ちょっと寝起きだから眠いね。ということで今回ですねやっていく内容に関してはですね、スペシャルステージの方に新しいステージの方がですね出現してましたので、とりあえず今回そちらの方ですねやっていこうかなと思います。じゃあ早速ですねちょっと見ていきますか。ということでちょうどですね本当にスペシャルステージの方見てたんですが、これ違う、これゴジラですね。これはもう前やりました。ということで今回やっていく内容に関してはこちらでございます。ということで3つ出てるんですよね。ということでまあこれね見ると大体なんか何出てくるか分かってしまうような気がしますけれども、まあ下から見るとですね、天使と般若、あとは女帝と亡者、伯爵と乙女っていう感じでね、全3ステージの方が新しくね出現しているわけなんですけども、ちょうどですねこれねあれなんですよね、まあ、6000万ダウンロード突破の記念イベント第2弾ということで、まあいろいろやってるわけなんですけど、まあ降臨祭でですね、まあ開催されてるということで、まあそのタイミングで多分出てきたのかなという感じがするんですけれども、まあ、とりあえず今回こちらのステージの方ね、やっていくわけなんですけども、どうしようかな、一番下からやっていくか、天使と般若からですね。まあ、これに関してはもうね、もう出てくるやつはもうあいつしかいないような気がしますけども、まあ、やっていきますかね。で、どうなんだろうね、このステージよく分かってないんですけど、もしかしたら、全1ステージって書いてあるけど、これ、あ、猫保管計画極むず、待てよ。ということは、なんだ、待って、最初はなんか、2体一気に出てくるのかなと思ったんですけど、なんか、違うような気がするな。待てよ。もしかしたらあれなのかね。これクリアしたら、次は般若の方かな。EX ステージということでやるのかな。もしかしたら、そういう感じなのかもしれませんね。まあ、連戦っていう感じかな。一気に2体倒すっていうか、相手にするわけではないかもしれないので。まあ、とりあえずやってみるかね。せっかくなんで。じゃあ、とりあえずちょっと今からですね、適当に編成の方ちょっと組んできます。はい、ということで、とりあえずこんな感じでどうでしょうかっていう感じですかね。まあちょっと偏りすぎるとあんまり良くないような気がしますけれども、まあ出てくるキャラクター多分ね、今までのやつと変わってないとは思うんで、まあ一応いけるとは思うんですけどもね、まあとりあえずやってみますかね。猫保管計画極むず行ってきましょう。出陣！まあ多分ね、同じだと思います。はい。さあ、ということで、じゃあどうしようかな。これに関しては、ああ、でもまあ背景の方はね、いつもと違うということで。まあいいや、とりあえずもう、ラーメンをとりあえずね、まあもう出せばいいか。うん、もうとりあえずラーメンでなんとかなりますかね。で、どうだろうね、時間に余裕があればですね、まあいろいろちょっとね、なんて言えばいいんだろう。そうですね、その残りのステージの方もちょっとやってもいいかなと思うんですけど、ちょっと頭回ってねえんだけど、ちょっと、まあ大丈夫か。まあ、ラーメンと、そうだね、地獄門が一番あれじゃないのかな、ちょっと大丈夫かなっていうところが、するわけなんですけどもね。まあ、いっか、もうこの辺で適当にもうサラダを投下しつつって感じでいきましょう。さあ、まあ、ラーメンで問題ない気がするんだよね。もうこれは。まあ、あとはね、このね、スリープニルがちょっとどうかな、めんどくさいところなんですけども、でもそこだけじゃないの。まあ、そいつ抜けられれば多分ね、これに関しては大丈夫かなと。多分ステージはそんな変わってないと思うんだよね、従来と。そんなに。ほら、大丈夫だよね。他に多分やばいやつ多分出てこないと思うんで、まあ、一応ニャンマまた入れちゃいましたけどね、もう完全に、もうなんかニャンマゲーみたいになってますけどね。あ、やばい、全然ラーメン出してなかったんだけど。やばいな、ちょっと待って。寝ぼけてる。よくない。あとはそうですね。まあ、特に何もないよね。このままもう適当にやっていけばもう大丈夫じゃないかなって感じがしますけどもね。オッケー。あとはまたとりあえずどうしようかな。サラダ投下しつつって感じかな。オッケー。あ、もう倒し、オッケー。あとこいつだけだぞ。もう問題ないぞ。いや、なんか、結構割とね、ちょっと加減しつつキャラクターの方をね、ちょっと遠慮しながら出してるんですけど、まあ問題ないかな。いけるね。これは大丈夫かな。いけ。あとはもう一体こいつか、このお馬さんを倒せば大丈夫かな。オッケー。もうここまで来ちゃえば大丈夫じゃないのかな、さすがにね。あ、オッケー。倒せましたね。はい。ということで大丈夫そうですね。オッケー。まあ、これでね、一気に出てこられるとちょっと困るかなと思うんですけどもね。まあ、こんな感じでね、まあ、連チャンとかね、そういうステージだったら、まだいけるかなって感じがしますけどもね。オッケー。あとはもう遠慮なくいっちゃいますわ、これでね。
OK ということで終了です。この後で出てくるのかな。こんな感じでありがとうございます。猫感ありがたいですね。あ、来た。これですね。EX ステージ、修羅の道極ムズでございます。じゃあ、このままですね、やっちゃいます。はい。さあ、おー、背景が、なるほどね。なんか違うな。いつもと違うから、なんか変な風に見えるんだけど。いやー、そうか。待って。いや、なんだろう。なんかいつもだとね、なんて言えばいいんだろう。あそこの火山のなんか、ね、背景みたいな感じがするんですけどもね。まあいいや。で、一番めんどくさいのは、これあれだよね。ダチョウとかだよね。まあそれがちょっとめんどくさいんで。まあどうだろう。まあマキシマムとかでなんとかなりそうな気がしますけどもね。あ、イノシシも出てくるんだっけ？もう忘れちゃった、完全に。まあいいや。とりあえず、まあマキシマムでなんとかなりそうな気がしますけどもね。あとはまあニャンマが適当でって感じかな。あとはそうですね。ダチョウがめんどくさかったら、まあ、あれですかね。サラダ投下して、まあ少しなんとか、まあ前線が保てればなって感じがしますけどもね。まあこれで多分問題ないと思うんだよね。適当に壁とかも入れたけど、正直多分いらないと思うんだよね。ほら、これで多分全然ほど足りそうな気がしますけれども。オッケー、それ、オッケー。もう大丈夫ですね。もういけるでしょ。あとは、ああ、どうだろうね。一応念のため、サラダは温存しとくよ。念のため。ああ、でもいけるよね。もうニャンマ2周目も入ってるし。オッケー。全然もう、全然大丈夫な気がするな。どうだろう、ダチョウ来る。ああ、来ちゃったね。来る前にとか言ったけど、もう来ちゃったね。いやー、なんかもうちょっとなんかいい編成できたかもしれませんね。これはなんかちょっといろいろなんか打ち込みすぎた気がしますけどもね。あー、相変わらずめんどくさい。相変わらずちょっとダチョウがめんどくさいね。なかなかめんどくさいところでもありますけど、まあまあ大丈夫でしょう、さすがに。どうしようかな。ニャンマだとこんにダチョウだとちょっと組み合わせ悪いんだけど、もうじきちょっとサラダ投下してもいいかな。ちょっと待って、赤ニョロがちょっと邪魔なんで、赤ニョロがちょっと消えた段階でちょっとね、投下したいなとは思う。あー、そろそろとりあえず、ぶち込むか。あー、待って、ノックバックしちゃったよ。いいや、もうめんどくさい。もうこれでいこう。で、これでとりあえず、どうだろう。もう一回。タイミング終わります。あ、倒したね。あー、もう大丈夫だな。オッケー、あとはもう適当にスピードアップ使ってね、こんな感じでいっちゃいましょうね。はい。あー、どうしようかな。やっちゃうか。せっかくだからね。残りのステージも。なんかもう内容に関してはね、従来のステージでそこまで変更ないんで、まあ問題ないかなって感じですね。オッケー、ということで終了でございまーす。はい、ということで、お次はですね、女帝と亡者でございますね。こちらのステージの方やっていきましょう。ということで、最初はハニートラップか。OK。じゃあ、まあ、とりあえずこちらも編成組みましょう。はい、ということで、またちょっとニャンマ入れましたけども、これでやっていこうかなと思います。まあ、多分大丈夫かな。じゃあ、もういいや、このままいっちゃいます。出陣。さあ、ということで、まずハニートラップなんですけども、まあ、これに関してはそうですね、もうこれで、もう半魚人でなんとかなると思うんだよね。半魚人でとりあえず、これでね、いけ。早く速攻にね、倒せればいいかなって感じがしますけど、オッケー。まあ、これで多分もう問題ないんじゃないの。あともうちょい攻撃多分ぶち込めば。あー、ちょっとめんどくさい。奥にめんどくさいのがいるけど、もうじきいける。多分もうじきいけると思う。あー、まだ耐えるか。あともう一回かな。あ、オッケー。さあ、これで大丈夫ですね。これが狙いなわけなんですけれども。で、その後は、デブに関しては、多分ラーメンだけでも多分全然いけるかなって感じがするんですけど、まあ一応保険で、ニャーマンの方入れてるって感じでございますけどもね、もうここまで来れば大丈夫かなって感じがしますね。まあこの辺はもう、やってもしょうがないんで、スピードアップで。オッケー。よし、じゃあ次。おお、でもいいね。全部猫缶が30手に入るのはかなりいいですね。じゃあ次、死者の更新ですね。いきまーす。はい。さあ、ということで、背景これだとなんか違うよね。なんか、なんだろうね。なんか変な感じがしますけども。あ、でもすごい。この背景のデビューもなかなかいい感じでございますけども。さあ、ということで、ラーメンでもガンガンいきますよ。どうしようかな。合間を縫ってニャンマー入れてみるか。OK。さあ、これで大丈夫じゃないかな。そう、研究力の方がかなりですね、ニャンコンボの方で入れてあるので、まあ、かなりもうね、ラーメンの方も量産できているわけなので、もうこれで大丈夫でしょ、さすがに。もうラーメンとニャンマで多分、これで多分全然ぶち込められるので。
あともう1ステージ行っちゃいましょう。せっかくなんでね。うん。次が、どうだろうね。ゆめみちゃんだっけ？あれ、ちょっと正直ね、あんまりなんか、爆発踏んでないんで、大丈夫かなっていうところがするんですけどもね。まあまあまあ、なんとかなると思うので、やりましょう。もしなんか、ダメそうであれば、勝手にするので、まあ、そこよろしくお願いしますってことで。あ、もう大丈夫そうですね。OK。ということで終了でございまーす。はい、ということで次は伯爵と乙女ですね。こちらの方もやっちゃいましょう。ということでまずは、チワワンからでございますね。あー、これ次か。そうか、めんどくせえな。ちょっと待って。まあ、これでなんとかなるかな。うん、まあ、最初は多分ね、数別にいなくても大丈夫と思うんで、このままとりあえずやっちゃいましょう。じゃあ行きまーす。出陣。さあ、ということで、これが終われば一応ね、全部のステージが終了かなって感じがするのでね、まあ、このままライオンでいじめながらこれで行っていきましょう。で、どうしようかな。途中で、ニャンマーを投下しつつって感じかな。OKOKOK。これで、いけ、ぶち込め。あとは、もうこれで多分、あー、くそ。すり抜けたと思ったんだけどな。あとは、ゆめみちゃんが問題なんだよね。オッケーオッケーオッケー。これで多分もう大丈夫じゃないのかな。いけるよね。あー、真田いけるかな。真田、あー、これ、もう大丈夫でしょ。オッケー。ということで、なんか微妙だな。はい、ということで、じゃあ次ですね。次もいっちゃいましょう。じゃあ次、爆弾娘いきます。はい。さあ、ということで、これが一番ちょっと正直何とも言えないところなんだよね。あれ、初っ端からこんな感じだったっけ？もう忘れたんだけど。ちょっと待って。やばい。もう忘れたんだけど、こんな感じだったっけ？ちょっと待って。いやー、忘れたな。ちょっと待って。あれ？いや、ちょっと。あ、終わったんだけど。さあ、ということで、リベンジ戦の方を行っていこうかなと思います。いや、まさかね、ボス以前にイノシャチに負けるとは思わなかったんで、まあ、とりあえず、ちょっとこいつね、リベンジを果たそうかなと思います。で、どうしようか。最初の方は、まあ、動きを止めつつって感じかな。お細工の方もね、最大までちょっとレベル上がると時間かかってしまうんで、まあ、とりあえず、まあ、イノシャチのノックバックを見ながら、ちょっとね、地道にちょっとやっていこうかなと思います。まだ最初のこれぐらいはまだ大丈夫かな。いや、なんかちょっとイノシャシが強いような感じがするんですけどもね、気のせいかな。なんか若干強く感じるんですけどもね、まあ、ただの錯覚なのか何なのかって感じがしますけども、あ、一回ノックバックしたので、もうじきあれかな、行ってしまうような気がするので、もうじきちょっと、調整どうしようかな。もうこのままぶち込んでいいんだっけな。もうあんまりちょっとこのステージもね、やる機会がないんでね、もう記憶力が、全然ちょっとね、ない俺からするとね、もう立ち回りとか全然もう覚えてないんですけども、なんとかなるかとりあえず、まあ、真田も出しちゃいましたけども、どうだろう。あ、これで、そっか。こんな感じか。ちょっとめんどくさいんだよね。動き止められるとちょっとあれだね。で、イノシャシが一番めんどくさいんじゃないの？こいつがさばければ、多分ね、なんとかなるかなって感じがするんですけども、どうだろう。いけるかこれ。ちょっと怪しいな。これちょっと久しぶりにやるとちょっとひどいぞ、これ。これ、うわー、なかなかこれひどい。あ、二台目来るんだね、これね。いやー、マジか。やばいね。これ、微妙にやばいね。これ、なかなか厄介だよね。いやー、マジか。今までどうやってクリアしたかもう忘れちゃったんだけど、もうとりあえずもうとにかく、オッケー。イノシャシがあと1体倒せれば問題なさそうな感じがするんですけどもね。よし、いい感じ。あー、もうこいつ、なんか、いや、意外となかなかめんどくさいやつですね。これ、大丈夫だね。負けないよね、さすがにね。ね、さすがに負けたら、オッケー、イノシャシも倒す。あ、もう大丈夫じゃない。ここまで来れば、問題なさそうな気がしますけど、まあ、動き止まってるけど、まだ大丈夫じゃないのかな。お財布も余裕があるし。よし、オッケー。こっから多分大丈夫かな。いや、なんか、ピンチで覚えたけれども、まあ、一応、イノシャシが倒せれば、ってか、倒れたね。オッケー。ということで、これで完全に終了でございますね。ということで、一応こんな感じで終了になります。まあ、リベンジ果たせてよかったなと思います。いや、もうちょっとね、ちょっと、爆発踏もう、ということで、以上です。